未来のアスリートを育てるレシピを紹介する未来レシピ今日の試食ゲストは陸上競技ハンマー投げの埼玉美選手ですどうぞおかしくださいこんにちはお願いしますよろしくお願いします埼玉選手なんですが自転車のチャンピオンでおなじみのチャンピオンインターナショナルに所属されています今年の 日本陸上選手権では、見事8位に入賞されました。おめでとうございます。ありがとうございます。ね、佐伯選手、すごいリハーサルでいっぱい、喋ってくれてましたけど。<laughs> はい。すごく緊張してます。緊張してます。<laughs> お願いします。ハンマー投げ、ということなんですけれども。はい、どうでしょう、普段の食事で、気をつける。 そうですね。やっぱ瞬発力を,を残しつつ体重は増やしていきたいスポーツなのであ<ー>あの効率よくタンパク質とか取って筋力増やしたいと思ってるんで、うんはい、自炊とかが結構多いです外食よりも。 自分でちゃんと、ね、えら、ー、いですね、えー、<laughs> 体重増やすときにアスリートの場合は、うんえー、女子脂肪量特に筋肉量で増やしていかないと、えー、脂肪で増やしちゃうと自分の体重自体が今度は怪我の元になってしまうこともありますよね脂肪だと今日はその佐伯選手にぴったりの、はいはい、メニューを用意しているんですよねそうですねブロッコリーのシャキシャキ山芋あえというのを作ってみたい 主菜があって、まあ、お肉とかですねとかご飯があってっていうのの,をそのもう一品<ー>副菜としてうん、うん、でも副菜なんだけれどもその中で筋肉の材料になるタンパク質をしっかりとってもらえる、うん、そういう副菜を用意したんですが。 アスリートにとってはどんな効果がブロッコリー自体っていうのは、まあ、あの色を見てもお分かりのようにビタミン C も多いんですが緑が濃いのでベタカロテンという体の中に入るとビタミン A になるんですが、うん、この2つとも実は抗酸化ビタミンでやっぱり冬場しっかり運動してで体調を整えるためには抗酸化って非常に大事なんですよね。免疫力も高めてくれるへ<ー>、はい で野菜の中では実はタンパク質がある程度含まれてるっていうのでも本当なんでですか、はいはい、の野菜なんですねでもう一つの実はそのブロッコリーだけではなくてそこに一番手軽なツナ缶を加えましてさらにそこに山芋で山芋の中に入っているムチンという成分があの、まあ、胃を保護して。 であるいは消化を助けてくれるという働きがあります。で、それが入ることで、例えばこれからしっかりと運動して食べてっていうことになると、胃腸がどうしてもね疲れやすくなっちゃうんですが、<ー>うんその胃腸を助けてくれる。<ー>はい、楽しみですね。すねえ返ります。返ります。作ってください。はい。それではブロッコリーのシャキシャキ甘いもあえ調理スタート。<laughs> レシピを考案してくれたのはエビ研究室の中山菜々子さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますでは早速調理をしていきましょう、はい、まずは食べやすい大きさに切ったブロッコリーを水で濡らして耐熱皿にのせますブロッコリー 90g ですそこにラップをしてレンジで1分加熱しますそしてミニトマトを1つに切りましょうミニトマト2個です さらに皮を剥いた山芋をビニール袋に入れて潰していきます山芋 100g ですビニール袋に入れると手が汚れへんのでいいですよねはいそうなんです食感も良くなるんですよ、うん、また皮を剥くときにキッチンペーパーを使うことで手も汚れません山芋触るとね、こう痒くなる方も多いと思うんですけれども直接触れないからいいですよね続いて潰した山芋に調味料を入れて混ぜます マヨネーズ大さじ2分の1、レモン汁小さじ2分の1、ブラックペッパー適量です。最後にブロッコリー、ミニトマト、ツナを加えて和えれば完成です。それではどうぞ、召し上がれ。いただきます。どうぞ。 すごい美味しいですちゃんとしっかり味もあって味もついててはい。これね山芋がこうソースの役割をしてるんですけどだからとろとろなんですねあ、そう。でも山芋のソースってこうなかなかないなと思うんですけど見ないですねどうでしたこのブロッコリーとの相性はあ、相性良いです美味しかったです良いはい良いです相性良いです普段自炊するっておっしゃってたと思うんですけど ね、あのいろいろ作られる中で、まあ、もう一品って時があるんですけど、はい、どうですかそういう時あ一品にちょうどいいですね、うん、そんなにあの時間もかからなそうですしぴったりだと思います。